ところを埋めていってます。あと稲が倒れたりとかしてるところを直していく作業を今日はしてます。腰が痛い。よろしく頼む。でかー、すごいよこれは。このサイズは6000円7000円いっちゃうんじゃないの。イエイエイウォーウォー。今日はでっかい毛ガニを、ナンナン、いつもお世話になってるエステのナンナンの田崎さんにいただいたので頑張って身をほぐしました。これで半分くらいです。やっぱりご飯でしょ、毛ガニは。お前は何にでもご飯やろ。早速まず毛ガニだけいこうかな。まず一口贅沢に毛ガニだけいってみたいと思います。いただきます。うまっ。うん、味が濃い。この塩加減、茹でた塩加減もめちゃくちゃちょうどいいです。ドカン行くか。これご飯の量とそんな変わんないよ。贅沢。いきます。いやー、すごっ、もりもり。うん、やばやばないこれは。ここにじゃん、やっぱり大葉ね。やっぱり大葉。いやー、いくらもね探したんだけど、いくらも乗せたいやん。なかった、売り切れてました。そして刻み海苔。うまそうすぎ、うまそうすぎてイエイエイウォーウォーです。はこれを、あ、ちょっと自分が黒着てるからさ見づらいね、このコントラスト。まずサムネ撮るわ。何は露天ねん。やば。いいかな。サムネ撮影も終わったんで食べていきたいと思います。この小皿に醤油とわさびやりたいんで、一旦全部かけちゃいます。ここにムチムチイジュタン御用達のキッコーマン 25% 減塩昆布醤油。これはマジ海鮮に激激合います。めちゃくちゃ合いすぎる。そしてまた、ムチムチイジタン御用達の静岡の本わさび。ちょっと醤油は
御用達しつけ。あ、やばい、いつもの癖でめっちゃ入れちゃう。今さ、胃がほら調子悪いからさ、あんまりね、入れすぎると刺激物なんで。ガタガタ言ってんのはプリタンです。プリタンがコロコロを走らせてる音です。はい、できました。わさび醤油、前よりをね、やってます。OK、ではかけていきます。これで大うなぎつ、いやー食べるね。いただきます。こんな贅沢日常で味わえちゃうなんてやばいね。いただきます。あ、なんや今の声、やば、まあ、間違いない、うまくないはずがない。やばいね、これは。うん、何も言えねえわ、これは。のりをさらにかけていきたいと思います。もっとご飯食べたい。これはテンションぶち上げ。変な声出るよこれ。なんかタイミング測っとるな。目にキラーンってなってるの分かるかな。これ100均で500、なかなかいいかも。ないよりはあった方がいいね。どうしようこれ。いや、迷わず食うやん。贅沢イエイイエイウォーウォー。お前の頭がイエイイエイウォーウォー。うまっ。やっぱ毛ガニだな、カニは。味の濃さがちゃう。
次はタラバが好き。お前のカニランキングは聞いてない。うん。皆さん仕事帰ってきてから最近は何してますか？エンちゃんはまた、結構 Amazon プライムでアニメを見てます。最近ね、新しめなんかなアニメで結構ハマってんのがスパイファミリー、青足、あとなんだ、あ、灼熱カバディ、カバディっていうスポーツのアニメ。青春スポーツ系好きなんで、リオはペダ、ヤムシペダル、配給めっちゃハマりました。マジ泣ける。スパイファミリーはね、スパイ系の映画とか詐欺師系好きなんですよ。コンフィデンスマンとかね。でスパイファミリー見てみたら、何がいいってアーニャが可愛い。なんか痛い。めっちゃいい子だし、アーニャかわいい。アーニャ人気、みんなも見てみてください。アニメってちっちゃい時全然見なかったんだよね。大人になってから見るようになりました。ここ何年か、こんな面白いんだと思って。でもね、漫画はね、読まない。字を見たくない。必ずアニメ化したやつじゃないと見たくない。最後まで美味しいってやつ。どうしよう、これ。かなりご飯あったよ。結局、流星食道炎は一気に食べちゃいけないんです。これはね、内ごまではないけど、3分の2号はあるでしょう。グラムで言うと、だいたい270、80?牛丼の並盛り1杯分。どうしよう、これ。明日の朝食べっかな。食べれるけどね。一応腹8分目がいいということで。あ、それでですね、今日受診してきました。で、胃カメラの映像的には問題ないと。軽症。で、ムカムカ感とかは、まあきっと胃さんの出過ぎ多いのかな。ほらね、このゲップっていうのも症状、こういう感じでどん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 出てきちゃう。で、薬をもらってきて、多分効くと思うよって言われて、2週間分一応もらいました。そんでね、市販の薬剤師さん、薬局の薬剤師さんも教えてくれたんですけど、僕も、同じ薬飲んでますと。逆流性食道炎で、で市販の薬ってどうなんですかって聞いたら、ほとんど意味ありません、効かないです、弱いんだって。病院の薬と全然比べても、しかもね、高いと思う。受診して、お薬もらった方がよっぽど安いです。なので逆流性食道炎とか胃のムカつきで悩んでる人はぜひ受診して、ちゃんとお薬をもらって早めに治療してください。今日も寝る前にお薬を飲んで、食事にも気をつけて、しばらく頑張りたいと思います。悪化しないうちにね、早期発見、早期治療です。皆さんも気をつけてください。では一応ね、ということでクイズになんで残します。明日の朝の楽しみにとっておこうと思います。今日も
ムチムチインスタの食べてる動画を見てくれてありがとうございました、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。